今日は数と式の51絶対値 X の外し方をやるよまずは今日のテーマとポイントを確認しよう今日のテーマは絶対値のうち絶対値の中に文字がいる時の外し方ねそして絶対値の場合分けがサブテーマどういうことか見ていこう絶対値 X みんなこの絶対値記号って外せる外すとどんな式になるかわかる うん、想像はちょっとつくよね。絶対値がついた x だから、うん、絶対値を外れた後はプラスになってるからこれは x にしてこれでオッケーかと思うよね。実はねこれ絶対やっちゃいけない、間違いになっちゃうんだよ。これはアウトなんだよ。なぜだかわかる？それは x 絶対値 x が x になるのは中身が正の時に限るの。例えば x が2だったら2だし、3だったら3だし、4だったら4。中身が正の時はいいんだけど、中身が負の時は一緒に考えよう。例えばマイナス2の時は2になって、中身のマイナス2と出てきた後の2、こことここ一致しないよね。マイナス3の時も3になるから。 こここことここ一致しないよね一致させるためにはこうしなきゃいけない。中身が負の時にはマイナスにしないとダメなわけつまり、X、の場合もあればマイナスの場合もある。じゃあこれをどうやって表すか今日のポイントだよ。絶対値、X、を外すときにはうん中身が正の時それは普通に、X、になる。 これは中身が正の,時中,身が正の時中身が正だったらそのまんま出てきて OK ただ中身が負の時中身が負の時はマイナスをつけて出さないとダメ例えばマイナス2だったらこれ2になるからマイナス2にマイナスをつけて2になるよねマイナスをつけて出す。中身が負の時 中身が負の時はマイナスをつけて出すでこれはそんなに難しく考えないで記号として読み取ろう。中身が正の時はそのまま出る中身が負の時はマイナスをつけて出る。イメージこんな感じで中身がいい人の時はそのまま折りから出る中身が悪い人の時にはマイナスをつけて外に出す。これを押さえて問題解いていこう。 じゃあ例題解い,いていくよ。次の式の絶対値を外せ。カッコ1を見ると絶対値がついた文字の x。これはどう外すか。もう今日のポイントすぐ使っちゃおう。中身が正のとき、中身が負のとき、中身がいい人のとき、中身が悪い人のとき、それで倍分けするんだとね。まず中身が正のときはそのまんま出て OK だから x。そして 中身が負の時にはマイナスをつけて出すからマイナスでここには正し鍵を書こう中身が正の時つまり、X、がまあ0も含めちゃって0以上の時そのままでできて OK 中身が負の時それは、X、が0以下の時0も含めちゃってこうしようマイナス X 大事だから書くよこっちは 中身が中身が正の時中身が正そして下側の方は中身が負この中身が正か負かで場合分けするっていうのが絶対値の外し方ね中身が正ならそのまま出る中身が負ならマイナスをつけて出る次は過去に絶対値がついた 2a。 文字に2がついてるけど考え方同じねこの文字の a は正なのか負なのかわからないだから出るときには2パターン考えなきゃいけないよ。もしこの a が正だったらつまり、うん、これがプラスだったらそのままでできて OK。2a。そして a がもしマイナスだったら出てくるときにはマイナスをつけてプラスに戻してあげて出すからマイナスの 2a。 中身が正の時はそのまんま出る中身が負の時はマイナスをつけて出るただし書きをつけると中身が正の時つまり 2a が0以上つまり a が0以上の時これは中身が正の時そして中身が負の時 2a が0以下の時つまり A がゼロ以下のときには中身が負だからマイナスをつけて出る中身が正はそのまんま中身が負はマイナスをつけて出るもう難しく考えなくていいんだこのね中身何だっていいんだ例えば先生の名前は今川というんだけれどももし僕がすごいいい人だったらそのままでできていいんだこれプラスのままでできて今川でも僕の中身がものすごい悪い人だったら これ折りから出るときにマイナスをつけて出さなきゃだ。だからマイナスの今側。もうなんだっていいんだ。中身は何だっていいんだけど、いい人のときはそのまま出て、悪い人のときはマイナスをつけて出す。これを覚えよう。じゃあ練習一緒にやっていくよ。次の式の絶対値を外せ。カッの位がマイナスの絶対値ね。 もうあんま難しくく考えなくていいから絶対値がついたら中身が正ならそのまま出す中身が負ならマイナスをつけて出すつまりこれも中身が正ならそのまま中身が負ならマイナスをつけて出すからママイイナスマイナス a だからプラスになって a。で正しかけつけよう中身が正ならマイナス a だから中身マイナス a が0以上。つまり A が 0以下の時中身が正ならばマイス a そして中身が負だったらマイナスをつけて出すからママイナスナス a でプラス a これは中身が負の時つまり中身のマイナス a が0以下つまり a が0以上の時中身が正ならそのまんま中身が負ならマイナスをつけるこっち側中身が正だからそのまんまそして中身が負だったら マイナスをつけて出す次いこう絶対値の x+2 これを外す時ももう場やけね中身が正と中身が負中身が正ならそのまんま中身が負ならマイナスをつけて− x ス2中身が正ならそのまんま中身が負ならマイナスをつける正し書きつけると中身が正っていうことはつまり x+2 の中身が0以上つまり。 x が2以上この時に中身が正そして中身が負になるのは中身 x プラス +2 が0以下つまり x はス2以下この時に中身が負だから x −−2。みんなが覚えるのは中身が正ならそのまま中身が負ならマイナスをつけて出すこれを覚えよう。 今日のポイントをおさらいしよう絶絶対対値値 X のの外し方絶対値の場合けねポイントは絶対値 X を外す時には中身が正ならそのまんま中身が負ならマイナスをつけて出す。これさえ押さえておけば大丈夫。